郵便夫婦福岡支局たける。赤コーナー総合格闘道場リナイアブル支局たらくゆうき。ジャッジ杉村吉田からお願いいただきます。第3試合目今から始まります。リライアブルの田中選手と、タケル選手、 UBF タケル選手。まずもうこのタケル選手はちょっとどうしてもこの名前にはちょっと触れたいなっていう、本名なのかリングネームなのか。そしてタケル選手のホンマモンって言ったら失礼ですけど、あの K1 のあっちの方を知ってるのか。そう、知ってるんじゃないですか。ならマジでどういうつもりでこう名前をつけたのかっていう。そうですね、なんか避けそうですもんね、普通だったら。一番避けたいぐらい。どうですか、試合の方は。おっと、ちょっと距離が今若干近いね。で、多分この田中選手はパンフレットにはグラップラーって書いてるから組みたいんかなっていう、はい、タケル選手は叩きたいストライカーな感じ。両方ともでもあれですよね、距離がちょっと遠めというか、今まだ測ってるんかなっていう、はい、どれもちょっと浅い。ただストロー級にしては田中選手すごい背高いんかなっていう。高いですね。ちょっと今展開少ないかなっていう気は。お互い様子を見てる。ただこう常に前に出てるのは武尊選手で作っていってるかなっていう。若干マッチの田中選手なんかなっていう。田中選手は組みたいんですかね。なんかグラップラーって書いてる割にはその組むことに固執してるって感じは見えないし、はい、リアクションが少ないようにも見えるんですが、なんかカウンターで打撃、待ってる感じがするな。右待ってるんかなっていう。あんだけ背高くてリーチがありそうなので、もっとジャブとかついたらいいんかなっていう、はい、そういう印象僕も受けます。同じ印象受けます。左のジャブと右のローで作られたら、はい、こう小さい方は嫌かなっていう気はするんやけど、あんまりパンチは右、蹴りは左って感じで。お、やっと右のロー。ちょっとあまり展開が、展開少ないね。なんかあの、はい、お互い単発になっちゃってて、一回組まで作ってもいいんかなっていう。目線変える意味、うん、おー、ナイス、はい、おー、そこで首投げ。お、でもちょっと腹嫌がったんちゃうかな。あ、危ない。今膝入りましたね、うん、ただあっこで膝って結構、ね、ギリギリの展開で。そうですね。お、ギロチンいけるのか。あの、組み替えましたね、手を。ギロチンやめて。でもそうだな、ガブリのような展開に。ちょ、珍しい姿勢だとは思うんですけれども、うん、どう。まだなんか僕が、タケル選手の立場なら全然ギロチン狙っていく。あ、いい角度だけどね。そうです、鎌谷さんギロチン得意ですよね。ただ、あ、いける。あ、どうですか。ただ、左足もしっかり。あ、あ、もう決めるんじゃないかな。ちゃんと組めましたね。お、ナイス。あ、取った。ナイス。多分ノーアームかな、今の。ノーアームでしたね、やっぱ僕。多分ノーアームの方が、首の締まるのは強くて、その代わり胴の固定が緩いから逃げやすいっちゃ逃げやすいけど、足しっかりロックできてたから、はい、首完全決まったんかなっていう。タケル選手がギロチンで素晴らしい打撃でプレッシャーかけて、はいはい、僕が好きな試合です。打撃でプレッシャーかけてギロチンを取る。神谷さんの試合みたいな、好きな、まあ、理想の、理想の試合。まさにでしたね。1ラウンド2分56秒で投げる選手、ギロチン素晴らしい、はい、ノーアーム両チーム素晴らしい試合でした。まあ、逆に田中選手は次回こうもっとこうアクションが見たかったかなっていう。そうですね、ちょっと展開が少ない試合に、ちょっとずっと受ける感じになっちゃったから、はい、素晴らしい試合でした。ありがとうございます。
プレゼンターは伊藤焼肉伊藤様でございます。伊藤様大きな拍手お願いします。勝者としてボディメーカー様にボディメーカープロテインが贈呈されます。伊藤様大きな拍手をお願いいたします。一本勝利を収めました武尊選手に今一度背中拍手をお願いいたします。